はいどうも、長坂レモンです。本日紹介する機はこちら、ババーン。根本原理ですね、なります。はい、久々のデッキなんですけど、昨日ですかね、もうほぼ今日か、今日配信してて思ったことがあって、根本原理と対面したんですよ。で、その対面の根本原理が、ティボルト・ディリアナ・ボリンクレックスっていうね、前時代のカードを使っていましたと。いや、ちょっと待てと。このカードって、ボリンク・リリアナ出すじゃないですか。で、全部一個ずつ残るじゃないですか。で、そこから負け筋ありますよねと。負け筋ありますよね。で、例えばね、ボリンクレックスとかだったら、ボリンクリリアナだったとしても、ボリンクレックス除去すれば残るんですよ。リリアナしか、到達しないと。で、リリアナ単品でもそこそこ強いは強いんですけど、いや、ちょっと待てと。そんなものよりもっと強いカードがあるじゃないかと。はい。シオドレッドさんですね。で、現環境ですね、シオドレッドの強い使い方っていうのは一つ存在するんですよ。本当は黒タンで組む予定だったんですが、出現の根本原理から、シオルドレッド全地深淵の覗き込みと。この3種類を見せることによって、相手は深淵の覗き込みをデッキに戻した上で、全地とシオドレッドしか盤面に出せないんですね。はい。そんなわけで、このデッキ全地が確定しますね。はい。で、全地を確定するにあたって他どうするかっていう話をちょっと考えたんですけど、全地が置けるとなると、こういうサーチ系統から、首謀者の取得持ってきて、こっから、勝つっていう動きもできたりと、結構いろいろ勝ちパターンが増えたんですよね。はい。要は、シオル覗き込みっていう勝ちパターンが増えたことによって、非常に戦いやすくなったのかなっていう印象はあります。はい。で、土地基盤とかね、その辺いろいろ考えながらやってたんですが、どうしてもショックランドが重いなと。ショックランドであること、二色土地が出ることであるメリットはあるんですけど、やっぱりショックランドが重いなってことで、両面小道に変えて、で、シオルドレッドとか使って頑張って、耐久して、根本切り一発打ったらほぼ勝ちの盤面まで持っていこう、という形になってます。はい。で、いくつかね、やってて思ったんですけど、シェオル覗き込みって勝ち確定のパターンなんですよ。相手のライブラリね、半分にして、で、相手のライフ半分にした上で引いた枚数だけバーンダメージっていう、もうほぼ勝ち確のパターンがあるのと、覗き込みもう一つメリットがあって、このカードってドローなんですよね。なんで、例えば、シェオルなし全地覗き込みになった時に、自分のデッキ半分引いて勝つんですよね。はい。そういうのがあったりとかで、結構いい形にはなってるのかなと思います。で、動きとしてなんですけど、全地確定の動きが複数あって、さっき言ってた、シェオル覗き込み全地っていう動きもあるんですけど、もう一つ、全地修復術最後の別れですね。これも全地確定パターンになります。はい。修復術最後の別れ、全地戻してになった時に、先に最後の別れを解決して、全地を墓地に送ることによって、最後の別れで首謀者の取得みたいなサーチカードをサーチすることで、100% 勝ちまで持っていくことができる。ってことで、相手視点これ全地修復術しかないんですよ。はい。修復術逆に戻すと、全地最後の別れっていうもう地獄みたいなことが発生するので、相手も本当にこれ、全地確定させるしかないんですよね。で、攻撃本当そういう、全地を確定させる動きっていうのがめちゃくちゃ多くて、さっきのね、ボリンクバルキー、ボリンクリリアナかなみたいな動きの時に、一応ね、全地ボリンクリリアナっていう手段もあるんですよ。で、その時もね、一応、リリアナボリンクで、ボリンクレックスを除去する動きっていうのが一つ存在するんですよね。で、じゃあ攻撃どうするかというと、向こうが除去持ってんなと思ったら、深淵の覗き込みを自分に打てるんですよね。はい。盤面がきつかったらあれなんですけど、自分のライフを半分にしながらデッキ、もう半分引き切るということで、ほぼ大体の確率で、必要な次のコンボパーツを拾ってこれるっていうね。なかなかすごい動きもできたりと、今の環境的にとか、というか、コンボデッキとしての完成度は、もうどう考えてもこっちの方が高いかなと。あとね、単品でシオドレッドを着地させるよりも、ボリンクレックス着地させるよりもシオドレッド着地させる方が強いということで、はい。今のスルタイコンポン組むならこんな感じになるのかなと思います。はい、というわけで、
本日この時使ってランクマッチやってきました。勝率の方は今のところ5割ちょいか6割5割ぐらいか、まだまだ調整範囲はあるかなと思います。コンボの方に関しては文句ないんですけど、初動をどうするかっていうのをまだ考えてるパターンですね。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープですかね。キープしましょうか。うん、緑土地がちょっと少ない感じはしますけど、まあキーパーできるかなと思います。とりあえずはまあ土地を伸ばしながらっていう動きが一番強いかなと思うんで、成長の螺旋とかはしっかりと使っていきたいかなと思います。白、翼の司教とかが飛んでくるのであればっていうのはありましたが、これはアゾコンですね。アゾコンは基本的にガン振りついちゃうと思うので、あんまりまあまあまあどうこうは言わなくてもいいのかなとは思います。神の神逃げとドビンの拒否権とかは今んとこなさそうですかね。あー、両方とも欲しい。逃げともドビンの拒否権もなさそうなので、青緑、まあ緑でいっか。ゴロスからいきます。ほい、まあ世界中持ってくるのが一番強いですね。まあ、根本原理はこういうゴロス1枚入れておくと57の動きが存在するので、でかつね世界中で土地の基盤も安定するんでね、基本的にはゴロスは私は入れ得だと思ってます。うん、まあ私は入れ得だと思ってますけど、まあ相手がどうしてくるかかなっていう感じはしますけどね。でここでゴロスを除去するとカウンター打てなくなる可能性があるんですよ。でカウンターが打てなくなった時に根本原理が通るんですよね。うん、まあエクスプローラーのアゾリウスコントロールの強みっていうのはしっかりとあるんですけど、まあエクスプローラーのアゾリウスコントロールって4コスト域で放浪を使って、で、そこにカウンターさせてどうこうっていうのが一番強いので、そして悲しいことに血が積もんなかったですね。まあ一応ヨーリオン回収はしておきますか。うん、ヨーリオン回収だけしておきます。おマナ、まあそこはねジュアートで消せるんで問題ないかなっていう印象ですね。これ対戦相手投了と打ちたかった。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキープかな。ゼイゴス置いて、まあ2ターン目囲い、3ターン目か螺旋か、まあゼロ時段を構える形で問題ないかなと思います。うん、ゼロ時段が使えるのもまあ結構嬉しいんですよね。例えばパルヘリオンシュートかな、パルヘリオンシュートのパルヘリオンをバウンすることができるんですよ。そうなった時にめちゃくちゃいいポイントがいくつかあるんで、あー覗き込み来ちゃったな。覗き込み引いちゃった時はこれはまあ一応グーワですかね。うん、覗き込み引いちゃった時は全治確定で出して、で、覗き込みを自分に打つパターンで問題ないと思います。エレボスの介入、これでライフゲインはできるようになりましたかね。一旦墓地の侵入者バウンスして、ちょっと土地が欲しいんで、うん、ちょっと土地が欲しいんで、まあその辺を拾いに行く形で問題ないかなと思います。まあ一旦ね、一旦テンポロス踏ませましょう。まあ環境からですね。アズカンタか、うん、まあ緑が一番必要な場面が多いんで緑から、まずカンタ置きますか。トップから土地をめくりたいんで、たとえ墓地の侵入者が出てきたとしてもアズカンタで問題ないと思います。職員、税血、税血、税血、なんてこった。3点、あー欲しいですね。いやーこれエレボスの介入構えなきゃいけないですか。うん、 X3 でエレボスの介入つないで税血落としてが一番強いはず。ほい、
マイナス3の3点ゲインでいきます。どっかで一発ラスボ系と名前が出てこなくなった、シャドーバーディットがあたりを積もれないと結構終わってるよりだと思うんで、うん、まあ、成長の螺旋切ります。アップキープに止めましょう。このタイミングで成長の螺旋打つとアズガンダひっくり返るんで、うん、結構重要な動きなんで覚えておくべきですね。インスタントカードここで打つっていう、いや修復術墓地に送っちゃうとダメだぞこれ、全地が確定しない。いやでもこれ根本原理が通んないと死ぬからやるしかないのか。アズカンダを起動さえできればいいので、一応緑もある、青でいいか。うん、ジュワートを捨てればいいので、かつ修復術ここで落ちちゃったの結構まずいんですよね。全地が確定しないんですよこれ。うん、6点。一応全地通ったら勝ちなんですけどね。うん、全地通ったら勝ちなんですけど、そこが今安定してないのでどうしよっかなって感じですね。かつシャドーバーディクトも今はダメですもんね。うん、修復術取れなかったんで、じゃあまあアズカンタ、これじゃダメなんだよな。うん、まあ、根本原理で一応見ますか。全地が通れば勝ちではあるんですよね。ほんとシェオル、まあシャドーバーディクトの3枚ですかね。うん、一応バグベアの居住地も止めればするんでね、これで。で、相手全地はもう取れないと思うんで、それか、一流の望みにかけて、あ、オッケー。オッケーです。まあ、とりあえず、シャドーバーディストで、顔面流します。まあ、ここで、一応ブロッカーも立ったんで、一応、次のターンに、シェオルが生き残った時に、深淵の覗き込みで勝てます。相手はプッシュ探ししかないと思うんでね、これ。プッシュか、まあ、除去かを探すしかないと思うんで。プラ危なすぎ。最高点が3点か。まあまあ、ここで回復があるのと、相手のマナが寝たんで、覗き込みを相手にぶっ破して勝ちですね。うん。こんなにいっぱい引きやがって。ねえ。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手。いや、まあ、でも、キープなんですかね。あ、これは囲いが結構通りそうなんで、ちょっとゆっくりめに戦ってあげましょうか。緑は欲しいから。アズカンタは次のターンに囲いと一緒に打ってあげるのが一番強いと思います。うん。次の相手の動きとしては、まあ、何があるかちょっと分かんないですけど、とりあえず囲いを打ちましょう。ほう、フレインズウォーカーコンですか。まあこれは次のターンに動くアジャニーを消してあげるとアズカンタ通りそうなんで、いやでもエクスプローラーのフレインズウォーカーコン楽しそうなんですよね。うん、緑、まあ一応墓地に送っとくか。緑はちょっと多めに欲しいのかな。うん、まあ、次の動きはジュワーで弾けるんで、ジュワーで弾いて、でドミテフェを囲いで弾いてあげると OK なのかなとは思います。
まあ1枚は欲しいですけど、まあ1枚デッキにいてくれれば OK なんで、とりあえず囲いで弾きましょう。フォロー。まあ10はここは置きます。回収しない意味は一応あるかな。ありますね。うん、どういうとこにあるかっていうと、エレボスの介入をインスタントで打った時にアズカンタがひっくり返るんですよね。あ、まあこれはもらっときますか。エンド、まあエンドでフォローを使ってきたらゼロ序断で問題ないです。一旦バウンスします。いや別に取ってもいいんだよなこいつ。押しますか。別に取ってもいいし、フォローよりも連7のトークンの方がめんどくさいかなって思うこと多いと思うんで、こっちで問題ないかなと思います。なんならこれエレボスの回に打てますからね。うん、まあ何もないならエレボスの介入でそこの三三を消してあげるのがいいと思いますけど。おい、まあメイドあかりでアズカンタは今残っててほしいんで、うん、環境が悪く、あ、ここでアズカンタひっくり返ってもなーってとこあるんですよね。うん、メイドあかりでアズカンタを取らないと、あ、まあこれはもう墓地でいいかな。うん、変身、まあ、環境科学で沼持ってくるのが一番強いんで、沼持ってきてゼイゴス置いて、カウンターがなければ次のターンに勝ちに行きましょう。うん、ただ手札がちょっとまだあれなんで、おっと、手札がちょっとまだあれなので勝ちきれるかどうかはちょっと怪しいかな。全治確定ではないので、うん、ただちょっと待つこともできるんですよねこれ。いや一旦待つか、一旦待ちましょうかね。そこのメーダー界の更新と2マナ構えられちゃうと嫌なんで、おい、これは連7置いてほしいんですよね。連7置いてほしいんで、この辺りで一旦除去したいかな。お、ライフゲインの方が嫌と。ドックイン連7 OK です。 OK です。なら全地覗き込みシェオルで OK かな。うん、全地覗き込みシェオルで結構いい形になるかなと思います。もうこれしかないんですよね相手目線。ただそっから先私が繋がってないっていうのがあれなんですけどね。うん、ただ玄関、現状置物除去のメイド赤いとか結構切っちゃってるんで、あんまなんもないんじゃないかなっていう気配もあります。とりあえずヨリオン出しますか。まあエンドでいいでしょう。うん、除去2枚を要求できる形にはなってるので特に問題はないかなと思います。最後の別れがね残ってると、実は確定まで持っていけたんですけど、うん、まああとはサーチ1枚引くだけで勝ちなんで、探すものはサーチで問題ないと思います。まあゼイゴスサイクリング、うん、サイクリング、アズカンタ、まあ見れる枚数が多いのはインパルスかな。インパルス、まあ海の神がありますね。あ、まだまだ見れます。海の神、一
応先スクライという手段もあるんですけど、まあ、これは一旦絶滅のケーキですね。うん、吐いてくれましたね。オッケーオッケー、ルース。じゃあ根本原理で、シェオルはもう2枚ともないよね。2枚ともないなら方程式の球回、首謀者の取得、深淵のぞき込みの3枚で問題ないです。うん、どれが手札に来ても勝ちます。のぞき込み自分、まあ球回はまあ首謀者で、これが欲しかったんですよね。ああ気持ちがいい。そして見えなくなった。ここで、対戦で登場ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的にはまあアグロとかに対してはちょっとまあエレボスの加入とか使って除去勝ち、まあライフゲインとかしながら、耐久する動きで、まあ対コントロールとかシオルをポン置きする動きも結構強かったりするので、はい、まあそれで対抗していくのがいいのかなと思います。で全地が通った瞬間ほぼ勝ちなんで、まあどうしてもね、全地通った後に手札がないみたいなこと結構ありはするんですけど、それでも全地が通ったらほぼ勝ちであることも含めて非常に強力なデッキなのかなと思います。はい、でまあやっぱりね、ボリンクリリアナって赤谷に対して弱くて、まあこの時も赤谷に強いとは言えないんですけど、どうしてもね、1体残るとこにアナックスとエンバレスの封建とかが残っちゃうんですよね。はい、なんでそうなった時に勝ちきれないっていうのは私が個人的にはうーんって思ってるポイントではあったので、なのでまあシオルのぞき込みっていうもうほぼ完全勝ちパターンが存在する攻撃の方がいいのかなとは思います。はい、そしてもう一つの方法、全地プラス首謀者の取得ですね。これ多分前の動画とかでもちょっと話したと思うんですけど、全地置いた後に首謀者の取得打ったらほぼ勝ちなんですよ。ほぼじゃない、絶対勝ちなんですよね。はい、まあ全地から首謀者の取得で、ゲーム外部からまあ、もう一枚の首謀者の取得を持ってきます。じゃあ、この首謀者の取得で、清掃の学者を持ってきます。清掃の学者で墓地の首謀者の取得2枚回収します。首謀者の取得で副音接近サーチしてきて打ちます。もう首謀者の取得でライバルから副音接近探してきて打ちますっていうね。まあ、完全な勝ちパターン、エクストラビンのパターンとかもあったりするので、例えばね、覗き込み打っても、あ、では、シオル覗き込みを打っても相手のライフを削りきれない。エンジェルカンパニーかなとかの時とかは、こういうのよりはもうこういうエクストラウィンのパターンを持ってるっていうのは非常にでかいのかなと思います。エクストラウィンのパターンもね、サイドボード3枠使えば、まあホールアウト合わせて4枠使えば、成立する動きではあるので、はい、なのでその辺含めても非常に強力なのかなと思います。まあ先打ちも結構許容はできますからね、サーチっていう面において。まあ墓地のスペルサルベージがないのでちょっとあれではあるんですけど、はい、まあそんなわけで非常に強力なデッキだと思いますので、まあまだまだ初動の調整だったりとか、まあ細かい調整とか結構できると思うんですけど、この全地覗き込みシオルドレッドの動き自体はめちゃくちゃ強いと思うので、はい、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。